柴橋正直は日本の政治家、岐阜市長、衆議院議員、民主党岐阜県連代表などを歴任、京都市中京区新京極生まれ、2歳で兵庫県神戸市に移り住む、1988年8歳で岐阜県元須郡北方町に転居、岐阜県は父親が牧師になってからの最初の不妊地であった、道具糸抜町で育つ。 糸抜き調律一式小学校、糸抜き調律糸抜き中学校卒業。1998年、岐阜県立岐阜高等学校卒業。2002年、大阪大学文学部人文学科卒業後、UFJ 銀行入校。2003年1月、小沢一郎政治塾に3期生として入塾。2004年8月、小沢塾を終了。同年10月、 UFJ 銀行を退職し、11月、民主党岐阜県連の衆議院議員岐阜一区候補者候補に、応募。生計を立てるため、学習塾講師として勤務。2005年3月、審査の結果、6人の応募者の中から、公認候補者の内定を得る。同年9月11日に行われた第44回衆議院議員総選挙に、民主党公認で、 岐阜一区から立候補するも、野田聖子、佐藤ゆかりの資格騒動に完全に埋没し、落選。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙で現職閣僚であった野田を破り、初当選を果たした。2010年の民主党代表選では、菅直人を支持、民主党岐阜県連副代表に就任。2012年12月の 第46回衆議院議員総選挙では野田に、敗れ、比例復活もできずに落選。2013年8月3日、政治活動の原点に戻りたいとして、民主党岐阜県連代表を辞職して、民主党を離党することを表明した。同年9月2日、県連に離党届を提出。10月6日、県連は、芝橋の離党を受理。 2014年2月2日に行われた岐阜市長選挙に無所属で立候補するも現職の細江重光市長に僅差で敗れ時点で落選。当日有権者数33万1195人、最終投票率38.93%同年春、学習塾、光キッズを設立。また、一般社団法人岐阜総発研究会代表理事。 岐阜県ジョギング協会会長、岐阜城山条石垣整備推進協議会副代表、NPO 法人若葉スポーツライフ理事などに就任。2018年1月28日に行われた岐阜市長選挙で6人の候補者を破り初当選した。経緯は以下の通り。当日有権者数336,969人、最終投票率。 36.35%ありがとうございます。